ただいま。どうしたの？なあ。なんで？え？腹痛い？ちょ静かにして。トイレ行きよ。静かにしてってもう。大丈夫、静かにしてって言った時静かにして。分かった、すっきりした。何が？あ？何よ。いや、財布の中いくら計算しても3000ぐらい合わんとった。だけど、なんでかねって考えたら、このままお父さんがベロベロで帰ってきてからタクシー代までね、やれて、タクシーで帰ってきたのにタクシー代までやれって言って3000円渡したとはもうすっかり忘れとった。あー、もうすっきりした。何やねん、そんなこと。なんそんなことって。いや、ずっとこうやってみたいにやるから普通にちょっと心配やってんけど。何が？いやいや、腹痛いんかなとか。なんピンピンと、どこも。え、ちょっとマジ、紛らわしいねんけど、やめてくれんかな。で深刻そうな顔でずっとこうやって。じゃあ考え事しよったび言うたらこうやってどうやんだったかなって。いや、お腹痛いと思うって、この感じ。なんで？じゃあどうだったかなってこうやって分かりやすくした方がいい。これから、それ腹立つな。こうやっていいわけないやろ。紛らわしいってことよ。とかのがまだよ。なんで考え事であんたにこれいろいろアドバイスもらわないかんと。ちょっと痛いと心配して心配してくれたんでしょ。ありがとう。心配だったお母さん。痛い。ひろちゃん。ひろちゃん痛い。うさ。痛い。うさ。抱きしめたらこの痛み治りそう。うさうさ。ひろちゃん痛い。ちょっとでも心配して俺は吠えた。マジで。やめろよ。